おはようございます、黒みつばです。ということで本日はですね、前回こちらの動画の方を上げさせてもらいました。まあ動画の内容としては1ヶ月間自分がサブアカをですね、全力で育成してみたというものになるんですけど、こちらの動画結構反響をいただきまして、まあ YouTube のコメント欄とか、あとは Twitter の DM とかで、まあどうしたらそんなことできるんですかみたいなものが多かったので、今回はまあそういった知識ですねをまとめてご紹介していこうかなと思います。ということでまずはランクの方から話していきます。まあ確か425まで行ってたと思うんですけど、基本的にやったクエストは2つだけです。野幕へのボーナスステージ、あとは経験値たんまりタスの巣窟、この2つだけです。でこの2つに関しては1回でもらえる経験値がバカでかいんで、ちゃんと最大の倍率でもらえるかどうかが鍵になってきます。まず1つ目、ボナステですね。まあこちらは6周年のタイミングっていうことで、まあリセットしたこともあって、かなりね、多くの経験値をもらうことができました。でこちらの最大倍率なんですけど、こんな感じになってます。まあ野幕絵なので、ちゃんとベルの野幕絵経験値 2.5 倍の恩恵がもらえるということで、まあ上ら辺の野幕絵に関してはこちらの 2.5 倍でやってました。ただ初めて2週間以内の初心者アカウントを入れてあげれば常に経験値2倍にはなるので、まあベルがもったいないと感じる方はこちらでもいいかなと思います。で続きまして、経験値たまりタスの巣窟ですね。こちらに関しては本当に初心者アカウントを入れるかどうかでマジで倍率変わってきます。確かチケットクエストの場合だと4倍倍率がもらえるので、このクエストでの4倍って1回やったことある方ならわかると思うんですけど、めちゃくちゃ違います。なのでもう絶対に初心者アカウント入れるべきですね。続きまして、運極数ですね。こちらの方が116体となってました。でその内訳なんですけど、そのうち79体がトラ界最強の男コマさんでした。でこちらのコマさんなんですけど、歴代最高効率で運極できました。だいたいどんくらいかっていうと、ミスっても1時間で6体から7体ぐらい運極ができるぐらいの効率は持ってました。でもう出現の方が終了しちゃってるクエストなんですけど、自分はこんな風に回ってました。まあこちらの編成はね、自分で考えたものじゃないので、まあ人伝いに教えてもらった編成になります。まあだからコラボ期間内にね紹介しなかったんですけど、まあウィスパーの方のクエストがほぼ 100% 後手で終わるっていう編成ですね。まあ1手目に曹操を配置して他のキャラで倒していくと、だいたいクリアタイムの方が1分で、妖怪コインの方が2000枚ぐらい手に入る時も全然あったので、まあコイン100枚でコマさん1体と交換なので、そう考えるとまあ1周で20体以上は落ちてくれるっていうクエストになってました。まあなのでね、めちゃくちゃ効率良かったです。本当に1時間で6体から7体は全然運極作れるなっていう感じでした。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ豪絶に関して以外は結構知識の面が大きかったのかなと思います。まあ本当にね、どのゲームでもそうだと思うんですけど、 PS よりもやっぱり知識っていうのがね、かなり効率を求める上では大事になってくると思うので、まあ、皆さんもねぜひ参考にしていただければなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、黒みつばでした。